です。田中芳の時間です。今日はですね、またまたやってきましたよ。やってまいりました。島の先輩のお店、新橋の大関でございます。前回やってきた時は、マグロ、山盛りのマグロと、中で盛り上がってました。何でしたっけ、山盛りのマグロと、魚焼いたやつをついてたやつ食べたんですけど、マグロステーキ。今回マグロステーキで行ってみたいと思います。めちゃめちゃ、もう中で盛り上がってます。めちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。予約して来店すれば誰でも免許が受けられる。いや本当に多いですよね。じゃあこのぐらい。この上の下のお願いします。この辺こっち。一人分10%です。今日それだけにも詰めすることで。相当接触せず。OK です。ありがとうございます。本当にすごい。今日どうにかも。いただきました。新型コロナ PCR 検査センターは完全予約制で、ウェブサイトか店舗にある QR コードを読み取り予約すれば、今日もめちゃめちゃ美味しそうです。店舗内のブースで唾液を採取すると、ごめんなさい、水いただいていいですか。対処が電話に立ち上げる仕組みで、検査費用は2900円です。木下プロフでは、この他にも企業や自治体などに検査キットを配送する形での検査の受付も開始していて、来月までに合わせて1万円で2万円で2万円。桜を見る会の前夜祭の費用をめぐり、安倍前総理の公設第一秘書が4年間でおよそ3000万円の収支の記載をしなかった疑いがあることが分かり、あれだす。見通しが高まこんなでっかいのに。マグロステーキのことで食べたことあります？あれ、料理いつも頼む。あれ美味しいですよね。美味しい。マグロステーキ最高なんだよ。バターがついてるところもついてないところも美味しいですよ。公設第一秘書は記載しなかったことを認めているとみられ、政治資金規正法違反の疑いで略式起訴される見通しが高まっています。特捜部は国会が閉会する明日以降、安倍前総理に直接事情を聞いた上で最終判断するものとみられます。こうした中、政府与党の説明責任が問われ続けたこの国会は今日事実上閉会します。夕方には菅総理大臣が記者会見に臨む予定です。中継です。野党側は新型コロナの対応や安倍前総理の説明を求めて会期延長を申し入れましたが、この後否決されられる見通しです。今録音を始めました。疑惑や疑念や、それからこの感染拡大に対して議論をされるのが嫌だから蓋を閉じるというですね、そういう国会でいいのか。政府与党は来年度の予算編成などを理由にいろんなことがあります。相次ぐ政治と金をめぐる疑惑について応戦を図りたい思惑もあります。国会前半では日本の自由への介入との批判を浴びた日本学術会議の任命拒否問題が焦点となりますが、拒否した具体的な理由は語られないままでした。新型コロナ対策についても GoTo をめぐり対応が後手に回った感は否めません。与党からは菅総理の姿が見えなかったとの厳しい意見も出ています。アニアは今日は菅総理は夕方この後着物を見にお出かけだそうです。浜松町です。浜松町にお出かけだそうです。僕は帰ります。猿捕まってないんですね。なんか市役所かなんかに行ってたんですよね、この猿。人や車が入って猿を刺激しないようシャッターが閉められています。昨日福岡市の中心部天神に現れた猿は、再開発が進められる商業ビルの工事現場などを夕方頃こちらに逃げ込みました。でも猿も怖いでしょうね、こんな車たくさんあって見て建物の中でね、当たりましたが捕まえることができず、夜間はバナナなどの餌が入った檻を3つ
設置して様子を見ました。しかし早朝にはまた猿が逃げ回る姿も確認されています。依然として逃げ続ける迷い猿の捕獲活動はこの後も続けられます。なかなか捕まらないですよね。やめてください、やめてください。新たに900億円を超える費用が必要とされています。関係者によりますと、そのうち国は選手らへの対策費などおよそ550億円を負担し、東京都は観客など選手関連を除く費用としておよそ400億円を負担する見通しだということです。また延期に伴う費用は試算されている2000億円のうち、それが一番早そうですけどね。そうですよね。でもその仕掛けた餌とかも食べてないんじゃないんですか、置いてても。あ、頭に重傷を負わせたとして傷害の罪に問われていた母親に無罪判決が言い渡された。マグロです。このマグロが美味しい。2017年、大阪府内の自宅で当時生後4ヶ月の長男の体を揺さぶるなどして急性硬膜下血腫などの大怪我をさせたとして傷害の罪に問われていました。母親は、私が息子に傷害を負わせることはないなどと起訴内容を一貫して否認し、弁護側は、怪我は自転車に乗せた時の揺れなどで生じた可能性があるなどと無罪を主張していました。判決で大阪地裁は、怪我は軽度な外力によって生じたもので暴行によるものではない可能性があるなどとして母親に無罪を主張した。このニュースも明るいニュース半分、暗いニュース半分とか、そういう決まり作ってくんないですかね。なんか悲しいことばっかりやるから。毎日いいこと悪いことたくさん起きてるはずなのに、悪いことばっかりやるもんで。中小企業を経営する都内の70代男性ら8人から法定金利を大幅に上回る利息を受け取った疑いなどが持たれています。警視庁によりますと、月岡容疑者らはコロナ対策融資までのつなぎなどと、新型コロナの影響で困窮する経営者らに現金を貸し付けていました。最高で年利およそ 1500% の利息を受け取っていたということです。取り調べに対し、月岡容疑者ら2人は認否を留保し、6人は4を否認。すみません、おかわりお願いします。ドンキホーテホールディングスの前社長が逮捕された。大盛りにしてもらっていいですか。ありがとうございます。おかずが美味しすぎるんです。しかもこれ卵はまだ最後ありますから、大盛りでいきます。前社長の大原浩二容疑者は2018年9月、知人に自社株の購入を不正に進めた疑いで昨日、東京地検特捜部に逮捕されました。あだす。その後の関係者への取材で、知人が9月上旬に実際に株を買った後、大原容疑者が電話でさらに追加して買うよう勧めていたことが分かりました。このマグロステーキって普通に夜のメニューでもあるんでしょ。え、夜のメニュー、夜の夜ね、あの、あら、何でしたっけ、ステーキのあらがありますよね、夜。あらっていうか、マグロステーキ、マグロのステーキね。あ、夜のメニューでもこれマグロステーキある。あ、そうなんだ、あるんですね。あります。新型コロナウイルスの国が事業者に支給する持続化給付金、これ本当美味しいです。税理士の男ら2人が逮捕されました。自称税理士の田中社長容疑者と知人の山口浩二容疑者は6月、収入が減った個人事業主を装って嘘の申請をし、国の持続化給付金100万円を騙し取った疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、2人は実在しないのにもかかわらず、ネイルサロンが新型コロナウイルスで売り上げが減ったと嘘の売り上げ台帳を作って提出していました。別の事件で逮捕された際、
山口容疑者が取り調べで田中容疑者に資金繰りの相談をしたと供述したことから関与が分かりました。警視庁は2人の認否を明らかにしていません。似たような話ばっかりで新しい事件なのかどうかがちょっと分かんなくなっちゃいますね。普段ニュースあんまり見ないからそういう人増えてるみたい。どういうより、まあそうでしょうね。見てて楽しくはならないですもんね。元秘書はアンリ被告の裁判でも証言していますが、去年6月に松井被告から現金が入っていると思われる封筒を預かり、安里被告にも報告して地元市議に渡したと改めて説明しました。一方、安里被告は先月の被告人質問で、ニュースは変なニュースばっかですけど、食べてるご飯は絶好調です、最高です。元秘書は手を取りました。新型コロナウイルスに関連して医療従事者の子供や感染の疑いがある人が差別などを受ける問題に対応する電話相談が始まりました。日本弁護士連合会が今日から新型コロナウイルスに関連した差別や偏見に関する電話相談を受け付けています。日弁連によりますと、新型コロナウイルスの感染拡大以降、弁護士のもとには医療従事者の子どもが保育園で登園拒否を受けたなどの相談が寄せられているということです。まだそんなことあるんですね。信じられないね。それらの被害者の方たちが自分自身でこう被害を抱えてしまっていてですね、相談の窓口というものはこれから充実していかなければいけない。明日も電話相談を受け付けるほか、10日までメールでも相談を受け付けています。ここまで報道フロアから最新のニュースをお伝えしました。こんにちは、ワイドスクランブルです。スタジオには医療学が専門の国際医療福祉大学主任教授松本哲哉さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。こちらです。新型コロナウイルス、来週からイギリスでワクチン接種開始。ワクチンの保管接種の問題点とは。ポイント1、日本にも供給予定のワクチンです。イギリスでスピード承認されたわけ。ポイント2、マイナス70度での保管に大きな壁、接種方法でも考えています。松本先生、来週からイギリスで接種が始まる。日本も供給予定です。ここに、それがもう1年間こんなにワクチンが持ってきて、この間今してて、この人は最近被害者と全然会えないから、その会社また出社率 20% はちょっとだからそれで出社も社長に聞かないといけないまだ分からない部分もあるので、本当の意味でそのみんなが安心して受けられるワクチンが、最後はこれです。まだ分かるんです。はい、ずっとリアルタイムで見てました。正直どんな感想ですか？データが、まあ、その結果としてですね、反映されるとか、その人たちの安全性を、まあ、その人たちの指標の中で、まあ、その踏まえて、日本語を考えるとしょうがないですね。では、ハイウスの政治手続きを見ていきます。はい、どうぞ。イギリス政府がアメリカファイザー社とドイツビオンテックが共同開発したワクチンを承認しました。新型コロナワクチンは欧米で初めて承認されたということなんですね。このワクチンはですね、今後日本やアメリカ、オーストラリア、カナダなどでも供給されたわけです。イギリスメディアの報道によると、40万人分が到着する見通しになっています。そして来週前半から接種を開始する予定だということです。またファイザー社によりますと、イギリスで来年までに2000万人分のワクチンを供給するということなんですね。イギリスの人口は2700万人ですが、全ての人にこのファイザー社のものが行き渡るわけではないんですが、イギリスのアストラゼネカ社のワクチンを供給する予定だということです。ではイギリスの方たち、どういった優先順位がつけられているのかということですが、まず一番優先度が高いのが高齢者施設の入居者、介護職、
で2番目が80歳以上の医療3番目が新橋大関絶好調です、食べるものはもちろん美味しい。そして先輩店主やかも絶好調です、新橋の、いや今日僕が食べたのはマグロステーキの定食、新橋のニュー新橋ビル2階に入っております。大関今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ガンボガチャード。